はい、どうも皆さん、こんにちは。今、鹿島の方の、以前、七浦駅の方に、おります。電車は13時47分ですね。まだまだ時間がたっぷりありますけど、13時47分の伊勢浜駅に乗って、これで、帰りたいと思います。ちょっと天気の方がね、悪くなってきております。多分もうすぐ雨が降ってくるでしょう。はい、こんな感じですね。以前、七浦駅の方で、の時間がありますので、ちょっとね、過ごしたいと思います。たまにはね、ゆっくりとね、なかなかちょっとゆっくりと見る時間が なかなかちょっと取れなくて。こんな感じですね。いつもね、綺麗にしてます。近所のね、おばちゃんが、ここをね、しっかりとね、清掃されております。JR の方もね、その事実を知ってらっしゃいます。懐かしいのがいっぱいありますね。こんな感じで。今年もね、カタリンピックの時には、こちらの、体操に似合うんじゃないかなというふうには思います。これは、サガン鳥栖かな？キスマイじゃないね。あ、これ、サガン鳥栖ですね。サガン鳥栖ボールですね。もうこれもね、過去のものになってしまいました。これすごいですね、ジオラマ。こんな感じでジオラマを作った方がいらっしゃるようで、すごいですね。レッドベア。これ向こうトンネルですね。トンネルが向こうにあるので。あ、よくできてます、この音。こういった机、こういった棚とかね、私の小学校の時も、こういうのあったんですよね。木造校舎だったし。こうやって懐かしいものがいっぱいある。こういう畳の部屋とか、こういうところがね、こういうところでね、ゆたっと、電車待つともいいな、というふうには思いますね。これいいですよね、ほんと。いろんなのを置いてある。今、もう、これ、一応新幹線のあれで、あるんですけど、リレーかもめ号門司港行きですね、最後の列車がね、こうやってあります。誰かが買ったんでしょうね、これで、こういうのも、本も多分寄贈されたやつですね。ありますね。まあ使われなくなったんですけど、鉄道電話でしょうね、これは。あ、こういうのもいいですね。まあライカとか、こういったの、昔あったんですよね。こういう湯飲み茶碗とこういうことがいろいろ出会ったんですけど、これカタリンピックの時にはこれね、塚西さんですよね、これ。
問と、きれいにしてあります。本当立派な駅で、まあ、二つ星をね、ここに止めて、やっぱこういったのをちょっとなんか見てもらいたいなっていうのは、確かにあります。ちょっとありますね。せっかくやからね。まあ、5分でもいいので。実際これ使ってらっしゃいますもんね。まあ、こういうの。水地場とか水地場があるんですけど、これちゃんとたまに使ってらっしゃるんで、ジャブ台これは結構ね、重量がある、あるんじゃないかな。結構重そう。昔ながらのね、サウブチ天井っていうやつですね。これ結構ね、上の方、天井裏に登ったことあるんですけど、このサウジプチ天井はね、結構ね、怖いんですよね、これ。なかなかどうして、ちょっと踏み外したらもう大変なことになるんで、ここ足のかけようが、なかなか、上の方はですね、もうほとんどもう、かけられるところ、端っこでないとね、足場板がかけれないので、ここは、おそらく多分、針金で上の方を吊ってあるはずなんで、時折これがね、外れる時あるんでね、針金でポーンと。そしたら少し下がってくるんで、これ結構ね、こういう手のね、やつって天井裏上がるとね、結構怖いんで。これもおそらく、まあ多分上から多分貼ってあるんだと思うんです。これは多分、貼ってあるやつだと思うんですけどね。実際のところは多分ね、サウジ戦場っていうか、まあなんかそれな類だとは思うんだけども。まあ結構ね、こういうところってね、なかなかどうして、まあ強いんだけどね。強いは強いけど、やっぱり、まあなかなかしかしね。ランプは LED に変えてやらし、変えてやるみたいですね、これ。まあいいですよね、こういうのは。ああ、SL115。ああ、いよいよ、もうラストが近くなってます。はい、まだまだ、まだ12時50分。あと1時間ございます。まあ、こうやってのんびりと。過ごすのも、まあいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、肥前七浦駅で。ございます。ぼーっとこう眺めるのにはすごくいいところなので、まあちょっとね、癒しの空間にもなりますので、本当この近所のね、おばちゃんが本当心を込めて、本当心を込めてもの綺麗に掃除をしてらっしゃいますし、ガタリンピックの時はですね、婦人会の方ですね、このおばちゃんもそうなんですけど、婦人会の方がここでね、いろんなお茶を出したり、コーヒーを出したり、お菓子とか、そうしたものをですね、振る舞ったりとかされます。ちょうど去年もね、私ここ利用させていただいたんですが、コーヒーとかお茶とか、まあ、お菓子とかも、たくさん、いただきました。やっぱりね、こういうのをね、守って
行きたいですよね、ほんと。静かなところですけど。はい、そんなわけですね。以前七浦駅で、ちょっと今過ごしております。